横浜市内の公園で体長およそ 1.3 メートルのイグアナが見つかりました。警察が飼い主を探しています。23日午後2時半過ぎ、神奈川区の小安台公園で子供と遊びに来ていた40代の男性からイグアナが出たと110番通報がありました。警察によりますと、イグアナは公園の茂みの中にいて、駆けつけた警察官2人が捕獲しました。体長はおよそ 1.3 メートルで、捕獲の際も暴れることなくおとなしかったということです。飼育には特別な許可は必要なく、これまで警察に逃げたなどという届け出はありません。警察はペットとして飼われていたイグアナとみて飼い主を探しています。